大分合同新聞社が時代を担う若手リーダーとともに地域の未来を考える未来デザイン会議ハピカム臼杵支編が臼杵市中央公民館で行われました。未来デザイン会議ハピカムは地元に根ざす新聞社として地域との連携が大切と考え、長期的ビジョンを共有しながら一緒に未来をデザインしたいという考えでスタートさせたプロジェクトで、今回で第6弾。開会式では議長の長野圭一大分合同新聞社副社長が挨拶。非常に魅力的な地域のように映っております。総合コーディネーターを務める三又秀明編集局整理部長が挨拶。そして総合アドバイザーで大分大学教育福祉科学部田中修司准教授が地域の素材をさらにアピールする方策を探ろうと呼びかけました。分科会では一次産業、観光資源、地域産業の3つのテーマに分かれ、臼杵の将来を担う若手世代が各分野の現状、課題を話し合いました。30代から40代の若手リーダー4人とコーディネーターの記者1人に各分野に精通した専門家や企業人がアドバイザーとして加わり活発に議論。一次産業分科会では有機野菜の販路拡大や一次産業にどう関心を持ってもらうかについてが話し合われました。水産物のことはありませんけど、農産物といったらもともと戦後ずっと流通の問題があったと思うんですよ。それが観光資源分科会では石仏、フグといった昔からの観光資源と街歩きなどの新しい観光資源をどう組み合わせ発展させるかなどの議論が行われました。臼杵で働けるように臼杵に気軽なものがないような気がしたんです。地域産業分科会では地元産品のブランド作りや交流人口を増やす街づくりについての意見が活発に交わされました。臼杵じゃないと体験できないという現実をあえてやっぱしていかないかなというすごく思うんですけどね。その後に行われた総括会議ではまず各分科会のコーディネーターを務めた記者が内容を報告。所得が、低いがために、一次産業への、従事者が減っていると、まあ逆を返せば、所得さえ向上すれば、一次産業への、新規で、就業してくれる方も、増えていくだろうと。後藤さんが今、勇気で生姜を作られているというのも、そういったことからですね、かつてなくしたもの文化をですね守りつなごうという思いから、作られていると。素材的にいいものがいっぱいあるんだと。ただ、それが、市外もしくは県外の人に届いているのかどうかといったところで、PR の仕方がまずかったんじゃなかろうかと。他業種間もしくは同じ市民の中でも、連携を密にして、お互いがどんなことをしているのかというのを知り合うことがまずが大切じゃなかろうかと。もっとこう自分たちの強みを知って、それを、まあ生かしていこうということで、それを言葉にすると、この臼杵らしい気概を持つ、自分たちの強みを知って、自信と勉強を持って、打ち出していくと。臼杵らしい、いいものを、打ち出していく言葉として、一品というプライドを持って、売り込んでいく、していくことが、必要ではないか、これから必要に、臼杵として必要になるんじゃないかと。そして各分科会代表者が出席し、分科会での論議を踏まえ分野を超えた取り組みについて話し合いが進められました。農業っていうのはなんていうかな、もっと誇りを持てばいい産業だと思うんです。ただ単純にそのものを作って嬉しいとかっていうよりも、人のどうかしたらやっぱりこう命を支えているっていう、やっぱ本来誇るべき産業だと思うんですけど、いろんな業種の方、異業種の方、臼杵でも臼杵の中にいるのに本当に
いろんな方たちとの連携が取れてない、あの同じ試合するにしても勝ちに行くやつと、あのそういう気持ちのないやつだったら絶対勝ちに行くやつが勝つに決まってるんですから、やっぱそういったようなあの気持ちを持ってあの臨むってことはすごく大切なことかなと思います。臼杵市に僕が何が足りないのかなと思っているのは、議論の中では総合アドバイザーの田中さんが地の拠点を設けて人のネットワーク作りをしてはどうかというアイデアを提案。博物館だったらまだなんとかギリギリなるかな、まあ、それも難しいかもしれないんですけど、豊富な資源をお持ちですんで、それ最後に三股総合コーディネーターは産業、歴史、伝統を守る自信と誇りを持ち、人のつながりを武器に積極的な PR をと締めくくりました。自信をもっと誇りを持って、人のつながりをもとにですね、積極的に PR していこうよと、もう素晴らしいものなんだから遠慮せず PR していこうよということなんだろうと思います。